おはようございます、釣り子 TV です。これね、こんな段ボールに入っているんですけども、ここにねワイルドサイド、ね、書いてある、これロットなんですよね。先日スーさんがね買っていたワイルドサイドのマルチピースロット、あれのちょっとね違う番手、これをですね買ってみたので、またねご紹介していきたいと思います。番手がですね5ピースで 610ML の5っていうことで、スーさんが買ったのはですねこれの短いスピニングのモデルなんですけども、ちょっとね長いモデル、これもどうかなということで、買ってみたということで、で価格が34,000円税別っていうことでですね、あとはねこの表面で書いてあるのはカーボン繊維だよってこととか、あとはアラミド繊維 10% 入ってる、グラスは 5% 入ってるよっていうことで、結構どうですかね、むっちりした感じになるんですかね。今年で言うとキープキャストとかでですねレジットデザインブースがあって、でそこで全機種展示されていて、結構ね触ってみたんですけども、まあ、こんな感じのケースに入っているっていうことで、早速じゃあちょっと開封していきたいと思います。そのねどうでしょう、ケースの時点でめっちゃ軽快なんですよね。だからまあ軽い感じだろうなっていう感じ。あ、ここにもねレジットデザインって入っているんですけども、34,000円って書いてありますね。じゃあね、早速開けていきたいと思います。丁寧にね、あ、それで、おお、こんな感じの、ね、こういう風に入ってるのかな。で、まあ、開けて、この専用のねソフトケースもいい感じですよね。ハードケースがいいよっていう方はね、結構このぐらいの全部こいつらが入るね長さのなんていうかね浮きケース、ヘラの人とかが使う浮きとか入れるようなちょっと長っぽいケースとか買えば、それに入れてねハードケースとしたりできるし、結構ねスーツケースでいろいろうろうろする場合はよくあるねハードケースね邪魔な場合が結構多いんですね。自分なんかも旅行に行く時はどちらかっていうとバックパッカーっていう感じよりも、まあホテルがあってでスーツケースゴロゴロゴロなんていう、旅行のスタイルが多いんで、そういう時はねこれをもうスーツケースのハードのスーツケースの中にポンと入れて T シャツとかあとパンツとかでね、巻いておけば、まあ、それで何かトラブったことはないんで、ということで、まあ、こういう必要最低限のこれ柔らかいんですけど決してハードケースというわけではないんですけども、そういったケースね、で必要な人は別途ね今いろんなもの売ってますからね、ハードケース専用っぽいの買ったりとか、あとはまあそういう武器のケース利用したりとか、そんなんで全然いけちゃうんじゃないですか。じゃあ開けていきます。わ、さらにね袋がありますね。的漁師かみたいな感じですね。これで開けるとこれでさらに袋とかになったらね、あれ困っちゃうけど、まあまあこれで出てきますね。じゃあちょっとどうでしょうか、部品をまず出していきたいと思います。このね、あー落っこした、はい、グリップねこうスルスルって落っこちる場合があるんでご注意ください。で2本目のパーツ、あーここはねガイドがないバットの部分なんで細い区画になってます。ちゃんとね入れるところごとにこう合わせて作ってあるんで、で次はガイドがあるんでちょっと広めのお部屋になっていて、バットガイドから下から2番目のガイドまであって、お次がこういった感じですね。で最後ティップ部分、ティップ部分出すときにこう、はい出てきました。5ピースだから部品はやっぱり多めですね。じゃあ早速組んでいきたいと思います。印籠継ぎですね、印籠継ぎで、でここにですね
矢印がこっちとこっちって入っているので、そこで合わせるって感じでしょうね。はい、で次、でバット部分、あーバットは結構太いんだな。1.8 から 11g まで投げる、まあ結構何でも投げれちゃうよ。でこのねグリップ部分、はい、つきました。なんというか癖のない感じというかね、やっぱりあの5ピースにしてここにその継ぐための部品がね配置されているから、ワンピースのロッドなんかと比べるとまあ確かにちょっと重いかもしれないんですけども、ただねあのリールつけたらこれ多分手元に重心来そうな感じだし、でガイドが何個ついてるの、これ結構いっぱいついてる、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ね、結構ガイドが適所に配置されているから、あーで5本継ぎなのにこうなんかねカクンカクンしてないですよね。ガイドが適所に配置されているし、これはね魚かけても素直に曲がってくれそうな、そんな感じがしますよ。まあね実際に使ってみないとどんな感じかっていうのはちょっとね具体的なところは分かりづらいんですけども、非常にですねこの長い板ってね6フィート10インチあればちょっと円筒を引かせることもしやすいんじゃないかなと思って、こっちを選んでみたんですけども、だからちょっとね遠めのボイルにこれに P ラインとかを組み合わせてヒャーってね投げるとか、そういう使い方できるんじゃないかなと思って、で比較的軽快に仕上げられてるんで1日トゥイッチしても使いやすいかな。以前あのこの似たような感じで違うメーカーで6フィート6インチのですねマルチピースロッドとかを使っていたんですけども、ここまでねやっぱね軽くなかったんで、実際にあの釣り場に持って行って1日ジャックを繰り返すみたいな釣りになった時に手がすごい疲れちゃったんですよね。普通の6フィート10インチだったら1日持つけど、やっぱマルチピースでちょっとあの重めの竿、まあ釣ると結構ね重かったんですよね。それで1日パンパンってやってたら最終的に結構もうね疲れちゃってね、疲れんなっていうのがあって、でこのぐらいの6フィート、ね、10インチぐらいでまあもうちょっと軽快な感じでっていう竿があればなと思ったところですね、こういった感じのマルチピースロッドをね手に入れることができたんで、まああとは実際ですね釣り場で使ってみてなんですけどね、まあでもこういうの持っていくとこれ普段の釣りだったらまあワンピースロッドを持っていけばいいので、ここぞっていうちょっとね旅行ね海外旅行とか、あとはちょっとした飛行機とかで遠征する時とかにねこの蛍光性のねこれを駆使して、これですからね。これで、まあ、ちょっとした、まあ、超大型のシーバスとかで大変かもしれないんですけども、まあ、例えばメッキ釣りをやったりとか、あとはちょっとバームつけてカサゴを狙ったりとか、そういった海のちょっとライトターゲットを狙ったりとかですね、あとはまあブラックバスでもこの長さを生かしての池とかでちょっと遠いんだよなっていう時とかも
バシュンってね対岸狙ったりとかもしやすいんじゃないかなと思いますんで、まあいろんなね釣りで試してみたいと思います。で結構ねいろんなマルチピースロッド持ってるんですけども、釣り竿とかも使ってるんですが、一番の注意点はですね、このたまに釣りのところをちゃんとチェックするっていうことですね。これしっかり釣りだつもりでも釣りしてるとさすがにちょっと緩んでくるなんていうことがあるんで、でいつ折れるかっていうと、こう次がもう次ぐらいで外れるよっていう、こういう微妙なところ微妙な位置に来た時にキャストの負荷とかかけると簡単にパキンって折れますんで、あのね癖でたまにこうグッグッってねやる、もうね体に癖をつけちゃうしかないですね。しばらく釣りをして、まあ、移動のタイミングとか、あとちょっとでも気になったら次の確認ね、ちゃんと刺さってるかなっていう、これをやることによって釣り竿独特の折れ方っていうのはだいぶ防ぐことができるようになります。印籠釣りっていってね比較的緩みづらい釣り方ではあるんですけども、とはいえ、まあ、個体差があって微妙に、緩みやすいセクションなんていうのもあるかもしれませんね。この一番でこの印籠釣りっていうのはここのへこみがなくなるまで押し込むんじゃないですかね。この感じ、これぐらいでキュッてなってるぐらいがこれが正解なんで、ね、こっからさらにこれをキューッてね押し込んでこれがくっつくぐらいね、ものすごい馬力でやると、それはそれでこのバキバキって折れたりするんで、キュッてね止まったところでまあ しっかり入っていればそれが正解です。でこのちょっと抜けそうになった時とかに投げない、そうするとだいぶね不意な あるんですよ、その釣り竿独特のあやっちまったっていう折れ方を防ぐことができるんでね、こことかもまあちょっと差し込んだ隙間があるんですけども、これ以上ねこっからキャーってやるとね、まあ、抜けなくなったりとか、あとは壊れたりとかするんで、まあ、ちょっとね間違うというかこれぐらいが正解なはずなんで、でまあ気になる人はねちょっとねやすったりしてより継ぎ目がないようにすることもできるんですけど、あんまりおすすめできないですね。まあそれで痩せちゃったらねスポーンってすぐ抜けやすくなっちゃったりとか、あとはそういった思ったより抜けやすいななんて時は逆にここにねローね、ろうそくのローとかを塗ったりして、その抜けづらくするとかそういった方法があるんですけども、基本はまあでも今継いだ感じどこもセクションねバランスよくなっていてくれてるようなので、まあ、改めてねちょっと継いできますけども、マークに合わせてね、ちょっといきなりずれてマークに合わせて継いでいくと、でここはそこまで強力な負荷をかけない、ね、まあ、絶妙な、まあ、使ってりゃなんとなく分かるんですけどね、あこんなところかな、抜けなくなっちゃうとマルチピースの意味なくなっちゃいますからね、なんかキュッキュッとやってガイドがまっすぐ行ってるかね、ガイドがまっすぐ行ってるかを見て完成で、まあもう組んだら今日夕方まで使うよなんていう人は、例えばまあ黒のね、まあ、ちょっと汚れとかねネバネバついちゃうの嫌だっていうのはあるかもしれないんですけど、まあ、ドラフトテープであるとか、俺なんかは安いんでそこら辺で売ってるんでビニールテープ使っちゃいますけども、ビニールテープで一巻き、ビニールテープで一巻きとかしとくと本当ね、で帰る時になったらまあちょっと汚れちゃうかもしれない、ペリーって剥がしてで抜いてなんていうことをやれば、そのさっき言ってたような緩みがだいぶ軽減されるんで、まあそこら辺はですねいろいろな感じで自分の使いやすい感じでやればいいんじゃないかななんていうふうに思います。まあ何にしてもね4ピースじゃなくてこの5ピースって
ところが肝だよな。これによってだいぶいろんなところにねしまい込めることができると思うんで、で結構重いのか、これね3万円ぐらいしてくる竿ですから、作りが非常にしっかりとしている印象です。まあ、あとはね具体的に実況動画の方とかでですね、こんなところで あの竿で釣れましたよな、竿の曲がりとかですね、ルアーの投げてる感じとか、ね、動画にしていければなと思うんですけども、まずもってねこんな感じでね竿と、まあ、こういう箱もありましたけども、こんな感じのセットで、来ました。でレジットデザイン、まあ、各地でいろんなね店頭イベントとかやってますが、そういう店頭イベントとかでですね注文するとですね、まあ、例えばこんな感じのですね、非売品だったり、まあ、売ってたりもあるかもしれないですけど、こういうキャップとかね、ついてくる、そんなキャンペーンね今年に関してはものすごい、やっているんで、お近くの街にレジットデザインのイベントが来たよなんていう時はね、その店頭イベントに行くとですね、まあ、実際にレジットデザインね使っているプロの方にこういうタイミングで使った、あと開発者の方がよく来ていたりするんでね、本当ね具体的にこういう釣り好きなんですけどどの番手がいいですかとか、聞くとですねすごい親切丁寧に、じゃあこの番手ですね、いやこっちもありなんだけどこっちかなって、本当ね細かいところまで、相談に乗ってくれるんで、で注文したりしたらこういったね、かっこいい帽子とかね、もらえたりしますんで、レジッターになりたいっていう人はそういった店頭イベントとかあったらどんどん、積極的に参加してみてはいかがでしょうか。それとあとですね、このじゃあ番手がどういったものをね想定しているのか、WSS の 610ML の5ですね、バータタイル、ロングスピン、パワーフィネス、虫、愛知系など幅広くっていうことで書いてありまして、ロングレングスのミディアムライトアクションのスピニングロッドはおかっぱりで1本だけ持っていく場合、あるいは遠征先にスピニングタックルを1セットだけ持っていく場合、ロングキャスト能力とワームもハードベイトもある程度幅のあるウェイトサイズを背負うことができる汎用性とパワーによって最も信頼できる1本となるでしょう。 P ラインで組んで、IGK 虫系ルアーを操作するもよし、パワーフィネス的使い方をするもよし、クロロラインと組んでライトキャロや高比重のシンカーワームの円筒に使うもよし、コンパクトな収納性、携帯性を裏腹に大は小を兼ねる汎用性が魅力のロッドですっていうことで書いてありまして、で改めてね 1.8g から 11g で、ラインはですね3ポンドから8ポンドぐらいを使ってくださいよっていうことなんで、だからまあ PE ラインのねちょっと強めの 1.5 号とか使うときはあんまりドラグとか締めすぎちゃうとね、オーバーパワーになって折れちゃったりすることがあるかもしれないので、まあ大体3ポンドから8ポンドテストで、使ってね、こういったことになってます。で面積はどうなっているのかなということで、面積はですね1万6000円ですね。これが、まあ、どっかのセクションがぶっ壊れちゃったとか折れちゃったっていう時は、まあ、1万6000円の面積額で、修理することができますんでね、保証書なんかがついてますけども、というわけでですね、まあ、こんな感じですね。これあのねスーさんのね持ってる短いやつもすごい軽快な感じでいいんですけどね、こういったちょっと長めのスピニングロッドね、何でも使える。はい、というわけでね本日の釣り子 TV はこの、ね、新しく買ったマルチピースロッドね、レジットデザインワイルドサイドのマルチピースロッド、ね、610ミディアムライト、これの5ですね、こちらを買ってきてみたよっていうご紹介の動画でした。はい、釣り子 TV でした。